お疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義はですね、上手なトークの組み立て方についてお話ししようかと思います。まあ何かをね、急に喋ってみろって言われて、なかなか面白い話ができる方っていうのはいないと思うんですよね。やっぱりね、自信を持って自分のトークを聞いてくれっていう方はまあまあなかなかいないのかなというところですね。で、仮に自信を持って喋っても聞いてる方はね、もうちょっと辟易していたりとか、なんだまた武勇伝かよみたいな感じでね、批判を浴びちゃったりすることだと思います。まあその中でも上手に物事を喋れて、そしてね、簡潔にまとめられる力っていうのはやっぱ必要だと思うんですよ。その中で私がおすすめするのは、これから提案するね、3つのパターンって形です。その3つのパターンっていうのは、肯定、否定、そして他の人の考え、この3つです。いいですか。例えばここにチラシがありますね。子供用のスイミングスクールのチラシです。これについてトークを展開してみましょう。まあ普段ね、目にしてもポイッと捨てるチラシです。あえてここに対して肯定的に話を持っていきたいと思います。例えば、水泳教室、子供のうちに行くと、万が一水の事故にあった時にスイスイと泳いで命が助かりますよね。そしていろんな体を鍛えることっていうのは、水泳ではなくてね、他の上層教育にも役立つんではなかろうかと。ひいては水泳教室で出会った皆さんとのそういった関わりっていうのは、これから少子高齢化に進むための大事なコミュニケーション能力の育成になるんではなかろうかと思うんですけどもね、いかがでしょうか。っていう形でまとめる方法があります。このチラシに非常に肯定的にお話をさせてもらいました。これがパターンの一つ目。二つ目は否定的に見ていきます。水泳教室なんて昔の概念だよね。これから水泳なんて必要とされてないよと。よく水の事故があるときに泳いで逃げるみたいな発想をする人がいるけど、そもそもそんなところに行かなければいいと。そして自分の人生を振り返っても、水の事故に遭遇したことってありますかって。ほとんどないですよね。ほとんどないと思うんですよ。ほとんどないことに対して時間やコストをかけて他のチャンスを不意にするなんてことはあんまりコスパ良くないですよね。だからスイミングスクールってこれから発想としては良くないと思いますよ。しかも人間関係がどうこうっていう人いますけども、人間関係は有益に働くんじゃなくて、いじめとか対立とか口論とか、どちらかというとネガティブに働きますから、それだったらこれからの時代、個性の時代、孤独の時代になってくるんじゃないかなと。一人で人生を歩んでいけるようにトレーニングをした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。という形でね、否定的に見てみました。3つ目はですね、他の人の意見を紹介するって形です。まあここでは引用しませんけども、水泳に関してちょっとネットで検索するといろんな意見があると思います。それこそヤフーのコメントでもいいと思います。そういうのを読み上げて終わりって感じですよね。そうすると今度は自分の意見がいらないということになりますので、おかしなね、炎上に巻き込まれずに済むと。自分の意見を言うから、なんかね、指摘された時に反論したくなったりとかね、いわゆる炎上状態が起きるんですけども、他の人の意見を紹介するところに、まあ自分の意思が存在してませんから、対立があるってことはないのかなというところですね。はい、じゃあこんな感じでね、3つのパターンで考えてみたらいかがでしょうか。どうでしょうか。喋りが多分上手になると思います。そして長い話をしたい場合はね、肯定、否定、そして誰かの意見を紹介する、この3つ目の誰かの意見っていうのをたくさん採用すれば、それだけで長くなるっていう形ですね。さらに誰かの意見を採用した時に、それに対して肯定的にずっとコメントをつけていくのか、否定的なコメントをつけていくのか、これだけでも大きく変わると思います。以上ですね。お疲れ様です。